よし、再開していくぜ。さーて、図書院ですな。下は？あ、いけないの、ここ。なるほど。さて、敵これ。システム維持のため、司書官は一人除いて人格を閉鎖し、能力を総動員してバイパス処理に当たっています。そのため、私たちはフラグが立っても現実を変えることができません。不手際をお詫びします。履歴のセーブ処理だけは何としてでも維持してみせますのでご安心ください。この司書官の早退時刻は7683に自閉しました。あーね、同じことしか言わないよってこと？一般閲覧室には読むべき本はありませんよ。奥の部屋なら少しはあるかもしれませんが、7700に自閉しました。ここ愚者の塔に繋がってんのか。ああ、なるほどね。なるほどね。じゃあ、ちょっと待ってよ。愚者の塔のセーブもういらんな。こうなってくると。そうなってくるといらないね。だから、ここで一旦セーブして、ここで目標点追加して、テレポで愚者の塔飛んでって、ここはもう、削除しちゃおう。で、セーブ、回復して、飛んでいこうか。図書院。よしよし。さーて、とりあえず左。あら ?8343 時、崩落に巻き込まれた。院長の行方も知らず。あらー。あららら。あららららら。世界が崩壊へ向かっているという、そういうことなんでしょうけれども、原因がわかりますね。わー。全然いけへんやないかい。セーブしたけど無意味だったか、もしかして。敵？これ敵か？敵かーい。ん？アラート。見た目に反して可愛い敵だな。強いのか？そんなに強くない。経験値もしょっぱい。なるほど。赤い敵はどんなもんだい？ 2 匹出てくるだけかーい。攻撃がやないのはダークネス。あー、魔法系か。魔法耐性バチコン持ってるから、こっち。中、なに唐突に。あ、仲間呼ぶとかそういう系か。で、こいつが強い系なんだな。なるほど。速攻、やっと普通に強。こいつ、速攻であの、やつを倒さないと、とんでもねえことになるよという、そういうことか。そういうことか。左側行ける。おん？ややこしいな、この図書館。ふぅ。こんな迷路みたいな図書館ある？だから、チェインメール。これなかなか良さそうな。なかなか良さそうだが。装備できん。今、愚者のローブの方が強かったな、普通に。さーて。もう、ややこっていうか、通れん。ややこっていうか、通れん。あれ？いけないね。宝があっただけか、こっちは。別な、上か。上のルートからね。めちゃくそ敵がおりますが。スッと抜けさせて。ふぅ。さて、上に部屋あり。今度なんかお化けみたいにいるぞ。なんだ。どういうことだ。どういうことだとこれ。どういうことだってばよ。入れる。入ってみるか。ちょっと待って。ここ右側まだ行けたよね。戦ってみるか、これ。強いのか、ショーマ。そんなに、MP 下げてくる。やめろ。しかも、立ちすくんだとか。あー、テレポが使えなくなるから MP 下げてくるのやめろ。あ、お金くれない系だな。そんなに戦いたくないね。そうなってくると。
右側は何？うわい。さて。おん？ここはどこじゃー？ここはどこじゃー？さっきの上んとこが正解ルート臭い気がするな、これな。めっちゃ書間漂ってる。こっちも上ある。あれー？あれこれ？なんだこれ？こっち。お？動いたが。動いたが？なんか落ちてる。三、第一章。やった。なるほど。本ねー。ていうかさ、ここにはさ、大崩落の原因をなんか突き止めに来たんちゃうかったっけか？ちゃうかったっけ？さっきの左のとこはそこだね。スイッチを押してから向こうに行く必要があるのかな？あ、開いた。普通に繋がるんかーい。あ、でもこれ、積んだやつちゃうの。5555555555。あん？え、ここさっき来た場所だよね。あ、そうだよね、ここだよね。あれ？ん？意味不です。あれ、戻れんくなった。下からじゃあぐるりと回るか、もう一回。もうちょい探索します。お、ここはどこだ？また見知らぬ場所に出てきてしまったが。あ、ここさっき、第二章やった。ここ下だ、お、こんなところに、こんにちは出す。長い間結構ここに、館の方はもう限界に達したようですね。もうすぐ新しい武具をし、館の方は限界、え、マジ？そうなの？トライデントね。モーニングスター。シルバーシールド。プレートメイル。ツバイハンダー今装備してるやつだよね。ツバイハンダーのままでいいかな。もう少しで、あまり当てにならないですよ。ドワーフ文字。萌え1、消し0、剣1。ん？萌え1、消し1、剣。萌え1、消し0、剣1。どういうこと？あれ、開いてる。この奥は、さらに奥に院長室がある。光源配置がされていません。外側の壁沿いを北東の角へ向かってください。あー、北東の角ね。一回セーブすっか。っていうかさ、セーブの回復して、大結晶石いくつか持ってっから、一旦館戻り、覚えるっていうのもあるよね。あるよねー、これねー。ちょっと技見せてくれ。今何個持ってんだっけ？なんか、隙間風の匂いだったかな。なんかがいいんだなーっていう。あー、遠いわ、5個も必要だわ、隙間風の匂い。死の匂いもいいのかなー。隙間風を目指すには3つのボーナス系技能習得が必要。3つのとは？ん？じゃあ死の匂いが言っとく？これ、とりあえず死の匂い。宝箱に関する情報。バナの種類とミミックの存在を嗅ぎ取ることができる。装備屋か。今後宝箱が出てきた時にさ、ま、これだったら開けてもいいかなみたいなのが分かるのはでかいよな。でかいと思うんだ。武器変更っての気になるな。フィールド上で
戦闘中に一旦かけてそれを持ち返する。これも優秀だよね。強敵の匂いもいい。ポータルもいらない。怪盗の定理ってなんだろうな。死の匂い取っとく？今後宝箱がいっぱい出てくることを考えるとこれ必要な気がすんな。おい、死の匂い。これ何？怪盗の定理って何？トラップダメージを 75% にする。罠のダメージも、大ダメージを与える宝箱も開けられるかもしれません。なるほど。あの隙間風の匂いってのがきっとあれだと思うんだよな。だと思うんだよな。隠し用の場所を見つける何かだと思うんだよな。これをすぐ右の通行止めマークはこれを習得しても消えません。隙間風を目指すには3つのボーナス系技能習得が必要。3つのボーナス系、どれか3つを取る。この止まってるやつを3つ取る必要があるってことなのかな。これ1個取っただけでは隙間風は目指せないってことかい。わからん、わからん。プロの方プロの方助けてください。どういうことでしょうか。そうか。とりあえず宝箱が開けられるようになったということで、もう一回探索しに行きます。ちょっとね、この右側もあれなんだけどさ、左側はまだなんかいまいち探索できてない気がするんで、ちょっとぐるっと回ってきます。お、宝ゲッチュー。え、この宝箱はモンスターだ。あー、早速役に立ったな。開ける？セーブしたばっかしだし開けるか。モンスターだ。倒せるかな。ミミックってどんぐらいやべえんだろうか。ザキとかしてきそうな雰囲気あるけど、いや結構強い。いや、ギリ倒せた。ふぅ、ミミックぐらいだったら、まあでもトライデント、やっと買わなくてよかった。微妙に下がるが防御力は上がる。スパイハンターでいいか。他もなんかないか探索していきます。うわっ、びっくりした。決定機連打で歩いてたらなんかあったな。なんだ、ソードダンサー。ソウルスライサーは即死を伴う強力な技なので注意した。いや倒せなくねえかこれ。やってみる、一挙やってみっかい。これソードダンサー、これドラゴンロアとか聞いたりしないか。うわ、効く。ドラゴンロア連打ゲーか、これもしかして。ああ、そういうわけにもいかんか。ドラゴンロア、よし。うわあ、普通にもう MP が微妙に足りない。普通にもう通常攻撃連打した方がいいかこれ。そんな気がしてきた。痛い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 。倒せっかなこれ。身を守っている。ナイス回心。どうした、なんで身を守ってる。一目でやってきたんか。よし倒した。ふぅ、なんとかなった。経験値もしい。メビウスリンゲージ、メビウスリンゲージなんだ。アクセル、武器なの。武器でもない。何、メビウス、あった、盾。光回避、軸を歪めて攻撃をそらす、罠ダメージ軽減。へー、あなたも装備できる。ただし両手武器だから今はダメか。罠ダメージ軽減ね。まあ、どっかで使うことがありそうですね。なるほど。ノーヒントすぎやしない？こことかならわかるよ。こことかなら。もうちょい探索していきまーす。おーいおいおい、ここ。微妙になんか、これ録画上だとわかるかな？微妙にこれ、本当に微妙に床の模様が違う。マジかよ。ここ。はっはっはっは。エンドル入ろう。セラフィーの見習いようらしい。
即死痛恨、銃ってなんだろうな、わからん。即死防御は重要なのでは？精神力めっちゃ上がる。つけとくか。ふーむ。他いろいろまだないか探索するぞ。一通り探索してきたんでこっち行くか。壁沿いに北東の方面にっていう話だったが。ぐるー、お、これかな？お、ここでいいのか。見張る敵。敵の中には正面に扇状の視界を持つ者がいます。彼らは定位置で油断なく周りを見張っています。そして視界内に入った敵を追いかけてきます。遠い場所からよく観察して隙を伺いましょう。昨日のこと、過去はどこへ行くのだろう。もし過去がそのまま残されていたら、この場所は生み出された現在で溢れ返ってしまうのではないだろうか。きっとどこかに過去を捨てる場所があるに違いない。面白い考え方するね。カルナ、それぞれ順番に役目を与えられた世界存在だったが、4番目に生まれたカルナは役目を与えられるべきその日に石を重ねて遊んでいたため役目を受けそびれてしまった。そうして重ねられた石は今でも天高く向かう階段として残されている。魔法のカンテラ。暗闇を照らし出す魔法のカンテラは大行動の皇婦たちに大変重宝がられたアイテムである。あ、それがあればそこ探索できんのか。左手に持てなくてはならないのが難点だが、暗闇を見通すためにはぜひとも手に入れて一品である。罠罠罠。ダンジョンの中には様々な罠が仕掛けられている。骸骨の落ちているところは要注意だ。陰湿剣のものには隠し扉や隠し階段の近くにあるものもある。罠ダメージ軽減の装備があればいいのにな。あった。持ってた。ずっとつけとく。あ、怪盗のな、盗賊の七つ道具。どんなに複雑な宝箱の罠も立ち所に解除してしまうこの便利な道具は、遺跡荒地としても名を馳せたノルドのものである。ノルド。彼は複雑の迷宮として知られるアルテナ神殿跡に潜入し、帰ってこなかったとされるが、その真意は不明である。アルテナ神殿にあるってことだかな、つまり。愚者の塔。一夜にして海中に沈んだアトランティア。愚者の塔はその繁栄の象徴でもあった。連絡通路で繋がれた6層のニエフは、中の部屋自体はあまり広くない。だが、自分の研究を秘密にしておくために作られた隠し部屋がいくつもあるという。特別な力を持つ装備たち。神風、神速をもたらす。本当に足が速くなる。だが、どんどん HP が減っていくという弱点がある。神風。ライフストリーム、常に持つ者の HP を回復し続ける生命の法則。アルテナ神殿の手法。バイタライズリング、活力の水が込められたアトランティアの宝。これ持ってんな。逃げ惑う者の指輪。装備してると逃走した後敵の硬直時間が少しだけ長くなる便利な指輪。へぇー。逃げ系にはいいね。視線の攻撃ほど厄介なものはない。特に石化の視線はパーティーを全滅に追い込むほどの威力がある。だがきちんとした対策をしておけば攻撃のほとんどを無効化できるのだ。光を防ぐ防具はダメージを軽減することはできるが、特殊効果までは防げない。鏡の装備を手に入れることをお勧めする。鏡ね。樹海のチャーム。徒歩回復量上昇。リンゴもファント持ってる。リンゴもデザイア。ドワーフたちが持ってる。宝箱、宝物を落とす確率を上昇させるか。これいいね。ニョロニョロしたもの系はまず切ってみる。パタパタしてる系はまず撃ち落としてみる。硬そうなものはまず叩いてみる。ダメならついてみる。属性も試してみる。どうしてもダメなら逃げる。これが基本であろう。なるほどね。え、お、おい。なんだ？ニエフ？お、ここどこ？あれ、ここ、ここじゃん！館に帰ってきた。館に帰ってきたよ？はん？お、大結晶石やった。どうやら覚え掛けの一種のようだ。読みますか？突然に崩壊とまではいかなくとも将来的に機能不全になる、機能不全に陥ることは免れないだろう。様々な方面から検証した結果、この事象の原因は世界の中心である館。そうなんだ。ここですぐに思い浮かぶ要素は、館の地下に封じられているパンデモニウムの悪魔たちである。散見した情報では、2本の魔装と守衛、3層の核兵器はどれも異常はないようである。だが彼らが何らかの手段を使って地上に浸透しないという保証はない。これは早急に調査が必要な事項である。しかし彼らが原因だとしても、ディースはこんなやり方を望むだろうか。私にはそうは思えないが。ディースとは。一行。
一つだけ外への出入り口があるとされる。レイヴンヒル伯爵の居城の地下より降りた通路である。その扉を開けることができるのは三英雄か魔殿の番人しかいない。レイヴンヒル伯爵なら間違いないと思われるが、念のために確認が必要である。ああ、レイヴンヒルの紋章三つ。これで終わりか？いい？これで終わりかい？暗闇、死者の反魂。すでに肉体も失われてしまったものを一時だけ現世に呼び出す方法がある。残念ながらその詳細は分かっていない。分かっていないんかい。終わりか。ふむ？で、館に一旦戻ってなのかな？この先暗いしね。探索のしようもないよな、これ。こんだけ暗きゃ。頑張れば探索できそうだが。とりあえず、戻って、じゃああれか、いろんな人に話してみよっか。新しい情報も。あ、そういえば、情報増えたんだったな。いやいや、これごめん。これ読んだった。これ読んだんだった。これ読んだんだった。すまんかった。いろいろ増えたよね、ストワール。読む。序章から読む。そのもの自らを持つもの。世界を見る力をもたらすもの。他のすべてを認め包み込むもの。すべては彼より始まり、彼以外にこの物語を終わらせることなどできるものなのない。彼の言葉はこの地に始まり、そして始まりの言葉は彼を確立する名前となった。彼がこの物語を終わらせるときもまた彼は彼の皆によって自身を見出すのであろう。そして彼はあなたであり、あなたとは私である。この語れる物語をすべての創造主たちに捧げる。聞け外側のお前たちよ、この物語を。メタ的なやつか。これは見たね。創世の7日間。初めの日彼は泥をこね一人の女性を作り出した。次の日彼は彼女と共に6人の子をなした。これは後に世界を作る手伝いをさせるためである。3日目彼は彼らと共に1万の強き者どもを作り、それをコネを一人に任せた。1万。4日目彼は彼らと共に天と地と海を作り、それをコネ一人に任せた。5日目彼は彼らと共に北と東と南と西の果てを作り、それをコネ一人に任せた。6日目彼らは彼らと共に千の人と人に属するものを作り、それをコネ一人に任せた。7日目彼は彼らと共にこれらのことを100の書物に書かせ、それをコネ一人に任せた。3本の剣。子供たちはよく働き、よく作った。彼は満足し、彼女と共に人の作った家に入り、行く末を見守ることにした。ここに創世の7日間は終わる。彼は彼の家を作った2つの人の子に自らの剣を分け与えることにした。だが強い力で分けたため、彼の剣は3つになってしまった。2つの人の子はそれぞれ1つずつ剣を受け取った。だがやがて2つの子は残った1つの剣を求めていがみ合いを始めた。彼はそれを見て心を痛めた。彼は争いの原因であるその一本をこっそり川に流し争いをいさめた。その川こそは今は砂に隠れてしまったレサ川である。レサ川か。そこに伝説の剣の一本が残ってるっちゅうことかな。とりあえず館の人たちに話を聞こう。聞こうじゃねえか。長くなる。魔王云々の話はシエラにでも聞け。パンデモニオに入って生きて出ようとするなら、まずは出口を確保する必要がある。俺の城、あ、これレスター教なのか。レイヴンヒルには確かに、パンデモニウムから通じる通路がある。そこに作られた扉は、特別なものにしか開けられない作りになっている。腕をナイフで切った。レスターの血を手に入れた。え？それを使えばあの扉を開け閉めすることができる。別の場所からも入る道があると聞いたことがあるが、いずれにせよ脱出できる道はあれ一つしかない。不快の呪いがかかった魔球だ。内部ではテレポートも使えない。脱出するときは歩いてあの扉から出る必要がある。まずはレイヴンヒル地下に降りてあの扉を開けろ。レイヴンヒル城ってどこにあるんですか、そもそも。そもそもの話ですけど、レイヴンヒル城ってどこにあるんでしょうか。明かりがないと聞いている。明かり。アルテナ神殿の宝物庫に明かりを照らす効果の宝物があった。神官の鍵があるなら観光にでも行ってみれば。どこで？もう存在しない。お腹の中。え？食べちゃったの？どういうことでしょうか。
この館の地下に存在していることを知ってるか。うん、一回落ちた。不連続空間が概念的な下ではあるが、まあ穴を見てむやみに飛び込むのは良くないということじゃ。すいませんでしたね、ほんと。むやみに飛び込みました。あー、いなくなっちゃってる。なるほど。そういえばさ、ここの宝箱ってさ、どれぐらいのステータスがあったら開けられるって話なんだっけ。全然無理なんだっけ。220。全然無理だったわ。全然無理でした。じゃ、まずあれかな、アルテナ神殿に行かないといけないのかな。アルテナ神殿でよかったっけ。どっかに行かないといけないね。で、なんか明かりを照らすやつを手に入れなきゃいけない。これダメな、これダメな、これダメか。そういうものじゃないのかな。誰もおらん。あとはシェーラーにでも聞けとか言ったり、魔王のことについてはシェーラーにでも聞けとか言っとったが、ワンニンの話を聞いたことがあるが、リリアはその槍を使わせると無敗を誇った悪魔将だという。これを倒すために三英雄はリリアの唯一の弱点をついたというが、はてどんな弱点があったのか。はて、はて、そうですか。レイブンヒルの紋章は千年樹海の水門で使うんですよ。どこ？千年樹海の水門？水門？さあ、実は私もどこにあるかよく知らないのですが。知らないんじゃ困るんですけどね。ジャネットさんのとこってなんかどうにか裏側から回れなかったっけ？回れないのか、これ。次の目的地がようわからんところではあるが。でも炭鉱まだ探索し終えてないんだよな。図書院の奥にも悪魔を封じ込めた部屋があるんですよ。暗い。ああ、そこを進まなきゃいけないんだ。どっちにしろ明かりが必要だな。アルテナ神殿っていうところに行くしかないのかな、これ。かねえ。もう一人話してない幽霊の人がいたと思ったんだが、あの人どこ行った？ここか？ここか？あ、シェーラさんここだ。うん。ずいぶん前のこと、私たち三人は魔王のマンバデンの奥底に封印した。私たち三人、あなた三英雄なの？そのくだりは有名な話だから語る必要ないマドマンは、三英雄の三英雄譚。え、三英雄なんです、シェーラさん。本当のところ、レスターも私もあまり話したい話じゃないの。レスターも三英雄なの？冒険っていうのは辛くて苦しいものよ。ましてその結末が大切な友人を失うものになった時には。大義のための犠牲と人は称えるけど、私はむしろ自分のエゴのために生きるような人間こそ人間らしいと思うわ。自分のためにお金を稼ぎ、自分のために戦い、自分のために死ぬ。今考えてみると、そんな風に生きるのも悪くなかったんじゃないかって思うのよ。封印については私は直接関わってないので詳しくはわからないけど、ただレイブンヒル城の地下にあるワンデモニウムの唯一の出口は私とレスター。万人にしか開けることができない。今の私には実体がないから開けることは無理なんだけどね。レスターに頼めば何とかしてくれるんじゃないかな。シークレター、意外と優しかったあの人。こんなとこか。なるほど。まだ行ってないところいくつかあるんで、そっちの探索かな。ですかね。というところで、今回はこの辺で切りましょうか。また次のパートでお会いしましょう。またねー。